2012年9月ノーベル文学賞作家の大江健三郎氏は日本の民間政治団体を代表して声明を発表し、当時の清が最も弱く外交的主張が不可能であった中での領有であった。日本は自らの歴史問題について認識し反省しなければならないと指摘しました。主権は分割できないが資源は共有できる。中華民国の馬英九総統はこの理念に基づき2012年8月5日日華平和条約発効60周年の記念日に東シナ海平和イニシアチブを提唱しました。馬総統は関係各方面に対して対立を対話に変え、領有権争議を棚上げし、話し合いを通じて東シナ海行動規範を構築し、海洋資源の共同開発を進めるよう呼びかけました。これに対し多くの国際メディアおよび専門家が馬総統の理念を支持しています。 The principle that President Ma has laid out is a good one. We are nowhere, as far as I can tell, we're nowhere near resolution, not about sovereignty. We're not going to get to resolution of sovereignty, but to how to get to some stable situation.Well, I welcome, of course, this peace initiative because the East China Sea, in my view and the view of my many colleagues here in the European Parliament, is very clear. This sea must be a sea of peace and cooperation. First of all, about President Ma's initiative, the fundamental principle being that this issue should be resolved peacefully through agreement, through negotiations.I cannot welcome more. I entirely agree to this principle. ギランの南方漁港のそばにある南天宮というマソ廟は台湾周王の漁民の信仰の中心です。南天宮には世界最大の黄金のマソ像が祀られています。このマソ像は純金で作られています。地元の漁民はマソ様のご加護と政府の支えがあれば希望に満ちた漁場が開けると語っています。应该是要甲百年来的咱的传统渔场会当甲摕倒转来，这是咱最终的目标。所以希望咱共同来拍拼，钓鱼台是咱的，咱爱甲拍拼来甲争取倒转来。地理、地質、歴史、利用、国際法のいずれの面から見ても。釣魚台列島は中華民国の領土で台湾に付属する島嶼であり、台湾とは切り離すことができないことが証明できます。中華民国政府は引き続き断固として主張し、釣魚台列島の主権を守っていきます。